旅館はやっぱり日本人の心の拠り所のようなところがあるかなと思います。もう今あの普通の日本人のお宅にも畳のお部屋とかがあの減ってきてまして、やっぱり畳に接する機会とかもなかなか現代の日本人はないので、日本人古来の心を思い出せるような場所かなと思っております。私はここ祇園畑中の若おかみでございます。あの家娘でして、ここであの生まれ育ちました。この街中にありながらちょっと静かさも感じられる場所っていうのはなかなかありませんので、あのそこがあの一番の強みかなと思っております。